はいどうも、ひまわりマサでございます。さあ今日もですね、仕事のお昼休みにですね、こうやってふらふらと出かけながら撮影をしております。今日はですね、前回の Vlog のですね、ちょっと反省点とか修正点をやりながら撮影しております。前回は撮影はもちろん FX3 と SEL24-70mm このセットと ジウンクレーン3ラブと、あとサブカメラとして α6500 と、シグマの 16mmF1.4DCD のこちらを用いまして、撮影したんですけども、いやね、この取り回しはねめちゃくちゃ大変でしたね。はい、FX3 と SEL24-70mm のセットがわりかしでかいので、プラスジウンクレーン3ラブ、これも超でかいので、これのセットだけでもですね、ちょっとこれで取り歩きながらやるのはね、手間取りましたね。このセットはね無理ですね。はい、こうジンバルを用いるときはやっぱり人物撮影である程度シチュエーションとか、そういう構図とかを初めに決めておきながら、もう出来上がりを想定しながらそのカットを撮っていくっていう方が、ジンバル運用はいいとは思います。こうやってふらふら歩きながらとか撮る場合はちょっとね大変、不便でしたね。でサブカメラもなんですけども、久々にこうサブカメラ運用でやったんですけども、いやーミラーレス2機は無理ですね。この運用もかなりね手間取りました。移動するのだけで、取り出して撮影するのだけでもですね一苦労だったので、一苦労というかめんどくさい、この一言に過ぎます。はい、なので今日はもう FX3 と、SEL24-70mm と、あとこの三脚はですね、ウランジさんの UU リグの U ポットっていうですね、これね、2,900円ぐらいだったんですもんね。全然ね、このセットをね、支えてくれるんですよ。はい。そして、今日は、手持ちで、ここに、ピークデザインのキャプチャーをつけながら、あと、ピークデザインのスライド。ショルダースワップ。これを用いています。ここにですね、僕の場合ですね、ここに、アンカーリンクスを1個取り付けることによって、カメラを取り外した時にこのように、付けられるので、こうこの状態で入れるので、カメラ付けてない時はこう持っておいて、付ける時はここから付けて外して付けて、また外したらこうやってっていう運用しておきますと、取り扱いがめちゃくちゃ便利ですね。はい。っていう今日はね、セットでちょっと取り歩いてるんですけども、いいね。やっぱこれだよ。これ。この、アクティブ手ブレ補正の優秀さ。ね。で、あと FX3 のグリップの良さ。これによってですね、あとこのね、スライド、ショルダースラップを使って、手ブレを軽減していけば、普段運用はもうジンバルやねえわなって思っちゃいましたよ。はい。これ天気がいい日やね、こうやってね、ちょっとコーヒーをね、飲みながら、最高ですね。